やに神様が宿り、その勢いによってこの音を発し、魔性のものを退散させるという魅力。引き目カメラを後谷役が持参して自席に戻ります。この引き目というのは板を引いて作るので引き目とか、また引きガエルの目に似ているので引き目という言われがあります。現在諏訪大社の伊勢山祭りではこの諏訪のかぶらが使用されます。冒頭に説明しました祭壇には住吉のかぶらをお祭りし、この住吉のかぶらは陽のかぶら、現在使われました諏訪のかぶらは陰のかぶらと言われております。